挨拶、うつぼ姫です。今日はね、家で飼ってる草ガメの餌になるタニシをね、取りに来てます。タニシはね、タニシでもね、ジャンボタニシっていうね、あれだね、稲とか食っちゃうやつだね。それをね、こういう田んぼから引きずり出していこうと思います。それではやっていく。いや、カエルの鳴き声がすごいな。いましたね、これ。こいつらですよ。ちょ、虫やべえな。虫がやべえけど、タニシも取っていく。こういう感じでね。ちょっと虫がえぐいな。これは入ってるね。やりました。こうやってね、ジャンボタニシってね、めちゃくちゃいるんだよね。ほら、まさに食ってる。こういうの取ってく。違かった。あ、いた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 、ここへと。これやば、相変わらずやべえわ。見てください、これ。これがあるからタニシはダメなんだよ。なんか見て、このピンクの卵、これジャンボタニシの卵なんだよ。最悪だよね。ここにもあるよ。こういうのがね、ついちゃうからタニシはね、駆除していくんですよ。こういうとこにいるよね。オタマジャクシがいっぱいいるね。さあ、これがね、たった3分で取ったタニシの量です。多分ね、全部ジャンボタニシだと思います。これはね、カメにあげたいと思います。じゃあね、取ってきたタニシをこの子たちにあげます。ここは草ガメゾーンだね。ほら、くい。おー、食ってる食ってる。早いね。シーズンを取ってみるか。やば。この子はこの前取ってきた巨頭ちゃんですね。頭がでかすぎるんだよな。こっちも頭でかいんだけどね、こっちと比べるとやっぱ全然違うね、大きさが。食う？あ、食ってるね、ちっちゃいのも。この子はウンキュウ、ウンキュウちゃんです。あの子はまだ食えないかな。それではね、今回はこんな感じです。バイバイ。